エントリーナンバー4番、文学部英米文学科3年の森山咲です。私は明るい性格と言われて、いつも友達といる時とかはもうずっとヘラヘラニコニコしてます。最近ハマっていることは、寝る前のストレッチや筋トレをやってて、代謝を上げるために筋トレハマりました。告白はされたいかな。異性の好きな仕草、車運転してる時とか好きです。動物に例えると、犬かな、犬好きっていうのもあるんですけど、犬のように人になってきます。憧れの人は田中みな実さんのなんかモチベーションとか、荒木優子さんの顔に憧れます。今一番欲しいものは服です。写真を撮るための服がないです。得意なピアノの曲はショパンが好きなので、ショパンのかっこいい曲を弾くのが好きです。フェチは血管、わかんない、特にないけど血管かも。泣き顔、決め顔、笑顔、もう本当に自分らしく本当に笑顔で、最後はやりきったって本当に言いたいので、中途半端にならずに最後まで全力で駆け抜けたいと思います。エントリーナンバー4番の、教育人間科学部の学科3年の園流星です。自分のチャームポイントは、昔嫌いだった部分なんですけど、眉毛の濃さと鼻の大きさでしたね。私の前世はまあ、今世もまだ生きてるんですけど、やっぱり真剣佑、私の前世であると考えております。特徴とか似ているので、なんだろう、あっちが僕のことを真似しているのかっていうことを思う時もあって、結構、前世なのかなって思います。その方ではね、ちょっとしたと一番の荒野くんが本当に苦手で、本当に心の底から一緒に仕事やってるのが苦しくてしんどいです。異性の好きな仕草、全力の笑顔です。すごい楽しんでる顔が意外な一面で、嘘ついたことなくて、これも嘘でよく分かんなくて、自分がこれが意外だと思う。好きなゲーム、今ハマってるのは COD モバイル、ボロブデチモバイル。今一番欲しいものは、学生なんでちょっとしかなくて、はい、無人島に一つだけ持っていくものは、大切な守りたい存在、恋人を持っていきたいです。ストレス対処法、そうですね、いっぱいキルすることですね。カメラに向かって笑顔、やっぱいつもした時が一番いいかもしれない。最後ラスズモで最低でトップチームと決まってくる。たまに、ちょっと他のミスターっぽくないんですけど、そういうちょっと変わった部分を出していって、他と違う、みんなと違う一面で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。